レッグオーバーの、ポイントなんですけども、やっぱり体重移動、0、100、0と100ですね、体重移動。あとは地面すれすれに、蹴る。ポンって蹴る。ポンって蹴る。で、あとは、ボールを真横にまたぐ。自分は真横に行く前に折りたたんでしまう。だからボールの真横を通って蹴るということ。で、あとは、なんだ。ちょっと浮いちゃう癖がある。蹴るときに浮いちゃう癖があるんで、ちょっとそこ我慢して、で、軸足で、ウィンって、軸足で、ちょっと伸びるっていうか、ジャンプ、なんか腰が浮いちゃう、ポーンって浮いちゃう感じがあるので、そこをちょっと修正して、浮かずに、回すというところです。